速攻がある。こういうの気をつけないとね、ハマると怪我します。コンクリートなんでね、角に、あーあー言ってるけど、ほら苔もいい感じで入ってるでしょ。いいっすよね、どんぐりも落ちてるし。よっと、あれどんぐりどこ行った。これどんぐりですよ。あーどんぐりだね。あー根が出だしてるね、いい感じ。ごめん、これが木になると。あーごめん、なんかうまく、まあ大丈夫だろうけどね。育ってくれるといいですね。はあ、なんかいないかな。まあいないわな、この寒い時に。何？なんか喋ったあんた。あ、喋ってるね。え？何？なんか言うて。もう一回喋って。おい。これさ、カラスと会話する変なおじさんの図。今喋ったじゃん、た。なんか。え？おい。どう？喋んないね。後で映像見たらなんか言ってるっぽいよな。まだ映ってるね、多分。大丈夫。どのぐらい撮ってんのかな。あ、飛んできた。なんだ、普通に泣くな。なんだよ。ちょっとへそが出てきた。これダメっすよ。上から吊るようなズボン履かないとね。なんか、あ、そうだ。ポケットに重いもん出そう。いいでしょう、なんとなく。そうすれば、ズボンさんね。よいしょ。カラスさんの方が、なんだろうな、さっきのキツネよりも、よっぽど、あれだ。なんかほら、春っぽいでしょ。わかります？わかんないかな、雪国じゃないとこの感じわかんないかもしれないね。ね、こういうね、なんかこう雪解けてこう出て、地面が出てきて水が流れてるとかね、こういうのね、春っぽいでいいですよね。なんかやっぱちっちゃい足跡もあるな。した時間過ごせるといいっすね。ふわっと、お、飛行機雲かっこいいですよ。ああいうの見るとね、どっか飛んで行きたくなりますよね。映ってんのかな。前ね、伊豆に住んでたことがあって、伊豆に住んでた時は飛行機は飛ぶわね、海の前だから、海が船がね行き来するわで、ああどっか行きたいってなってたんですけどね。今もどっか行きたいんですけどね、外国ね。なかなか行こうと思ってたんだけど、ちょっとね、もっとしっかり目標定めてから行こうかなと思って止まってますけど。
せっかくだから、なんだろうな、世界平和目指してみたいなね孤児の人たちをみたいなねこととかできればいいんですけどね。歩くスキーなんですよ、細いこんなの北海道のおじさんたち普通に毎年やってるっていうね、北海道あるある、山人あるあるかなそんな山じゃないんだけどあのね、でも手頃でお散歩コースで来れるちょっとした山でいろんな生き物がいていいんすよ、ね、まあクマが出た時はちょっとあれなんですけどね、入っちゃダメな時期が出たりとかもあるんですけど、ヒグマさんなんでねしょうがないんですけど、人が入ってる方がむしろ出てこなかったりするんですけどね、いっぱいねギャーギャーしてると、まああの怪我とかして荒れてる時は別だけど、普段は基本賑やかなとこには出てこないんですけどね。それは俺と一緒だななんかこんな感じですわ。ほっ、道路に戻ってきましたね、さっき最初に狐さん見つけて山に入ったとこよりだいぶ上ですけど、だいぶじゃないけどね、ほらアスファルト、あどうしようかな、まだ10年残ってるからこの公園側ね、あっタン飛ばしてよくないね、外国の人見たらいいっていう、まあ見るんだよなこれな、だから後でカットだなこれな、なんか音かぶせてごまかすとかねやります。どうせ全部なんか流せないんで編集するんですけど、ね、雪山散歩楽しいっすか楽しくないか、中古で買った GoPro にヘッドセットがついていたんですよ。なんでね頭につけて歩いてるんですけど、これ喋りながら独り言を言いながら、いいっしょ、なんかこれこれもね、ここはなんと遊歩道かね、なんですわね、モービルの跡がスノーモービルまあね乗ってる人いますよね、スノーモービルだかこれ、ああ多いな、そうだな、
高いんでね、それに賑やかなんで、あんまりスノーモービルなのか、まあモービルだろうな。電波幅広いな。モービルじゃないかな。でも相当でかいから、もしかしたらなんつうの、雪上こう一応圧雪車みたいなやつかもしんない。わかんないですね。そういうの走ってる時に来ないので、圧雪車かもしれない。これ分かりますか？ここ公園なんですよ。で、見えるかな？遊具があるんです。で、あそこにね、こう三角の見えますかね？ちょっと待ってよ。ああ、どこまで？こんなの、どうでも言っちゃいいんだけど。あの、三角ね。あれ、ピラミッドみたいになってて。あん中でね、子供遊べるんですよ。トランポリンみたいなのあったりとかね、こうパイプスライダーみたいなのがあったりとかね、結構人気あって、夏場はにぎわってる。でここほら、あそこにバスケットリンクがあるんで、